育成3軍選手、頭部支給を受ける独立リーガーに中指を立ててしまう。イキリスリにも程があるやろ。清原みたいな選手になりそう。選手生命かかってるし怒るのはわかるよ。でも中指立てるのはなすすぎるだろ。草草の草、誰やこいつ面白いわ。マジやっててさ、ここまでがっつりやるやつ初めて見たわ。どうせ中指立てたポーズに見えたくらいの釣りすれかと思いきや、マジモンの中指で笑うわ。愛はこういうの嫌いじゃないで。ヤンキー校上がりの未成年かと思ったらもう22やんけ。おもろいな、じわじわ来るわ。なんて選手や。ホークス育成の小林瑞って選手らしい。調べたら元支配下のドラフト4位らしいわ。2022年は2軍公式戦38試合の出場で打率1割6分、0本塁打、9打点と結果を残せず、シーズンオフに戦力外通告を受けた。その後11月14日に育成選手として再契約した。背番号は157。また翌年から主に投手としてプレーし、登録は内野手のまま投手と内野手の二刀流に挑戦することを明かした。は、二刀流なんか。さすがに申し訳ないが、こんな精神じゃ大谷の足元にも及ばないどころか二刀流という言葉を汚すレベルやろ。クソみたいな成績で二刀流。ソフトバンクの育成3軍で独立相手に中指立てる。最高に面白いなこいつ。3軍の育成で立場的に独立リーグと目くそ鼻くそなのに、態度だけは大リーガー涙の枠さ。今シーズン一の母性音やね。本人この米見たら倒れるで。育成でそういうことやってるとクビ切られやすくなるぞ。球団は首切りやすくなってラッキーと思ってそう。切れてるというより見下してる感ある。独立ごときが天下のソフトバンク所属ワイに何しとんねんって感じやろな。立浪の豊か香ってもしかしてこれか。ワンアン相手にやってみろよ。ブレイキングダウンの良い影響がここにも。どう考えても悪い影響提起。5年後にニュースデビューしてくれ貼られて。あ、こいつ買ってないやつや。良い悪い以前になさい。今時中学生でもこんなことしないだろ。お前らはデッドボール受けたことないから痛みがわからないんやろ。普通にこれくらい切れるわ。どんだけむちゃくちゃに切れても中指立てる発想自体が日本人には存在しないって話や。高校の時からやってたのが頭に来てとっさに出たって感じかね。学生同士でのあがだの挑発で終わるけど、社会人でやったらあかんわ。